フレアバーテンディングフレアバーテンディングとは、バーテンダーが、ボトルやシェーカー、グラスなどを用いた曲芸的なパフォーマンスによって、オリジナルカクテルを作り提供するスタイルである。フレアバーテンディングの技術を有するバーテンダーを、フレアバーテンダーと呼ぶ。英語のスラングであるフレアは、主に自己表現と訳されている。フレアバーテンディングの起源は、19世紀アメリカのバーテンダー。 ジェリー・トーマスが生んだカクテル、ブルー・ブレーザーの添加したウイスキーを2つのグラス状で交互に移し替えるパフォーマンスであるとされている。フレアバーテンディングの名称はアメリカのレストランバーのチェーン店 TGI ・フライデーズの講師マイク・ワーラ・ウェルナーによって最初に用いられたとされる。映画カクテルの撮影では TGI ・フライデーズのジョン・バンディが 主演のトム・クルーズにフレアバーアテンディングの技術指導を行った。カクテルの上映はフレアバーアテンディングをよりポピュラーなものにしたとされる。TGI フライデーズの金城光弘が日本人で初めて国際大会優勝を果たす。ワーキングフレアバーにおける通常の営業時に行われるエキシビジョンフレアパーティーの席などで行われパフォーマンス性がより重視される。 フリースタイルエキシビションフレアよりもパフォーマンスに特化し、オリジナリティが重視される。コンペティションフレア競技用のフレアバーテンディング。ポアシュやジュースを注ぐこと。ポアリングとも呼ぶ。スピルジュやジュースを溢れさせること。スピレッジとも呼ぶ。トス回転をかけずに放ること。フリップ回転をかけて放ること。縦フリップと横フリップがある。グリップボトルやシェーカーなどを握ること。 キャッチボトルやシェーカーなどを掴んで受け止めること。バランス手の甲、肘、頭などの体の部分でボトルなどのバランスを取ること。スピンボトルやティンなどを手から離さず回転させること。バウンスボトルやティンなどを体を使って弾ませること。ネックボトルの首に当たる部分。ボトムボトルの下部。ボディとも呼ぶ。レギュラーグリップボトルを置いた状態でそのままネックを握る握り方。 リバースグリップボトルを置いた状態で逆手でネックを握る握り方。タンデム二人一組のチームワークで行うこと。ありがとうございます。